世の中にはまたある都市伝説や気になる事象を紹介する諸説ありますのお時間です。さあ、はい、今回話していくのは日本は沈没しません。しない、よかった。なんですか急に。日本は沈没しません。こういう時大体しますって言って煽るやつでしょ、みんなを。しません。しませんか。ただ安心しないでください、はい、日本は沈没しません、うん、ただ、はい、真逆で盛り上がってきてます。そうなの。知らなかった。沈没するどころか、うん、よく聞くやつ。日本は盛り上がってんの。隆起してるんですよ。なんかちょっと嬉しいかも。でもいや、これはこれでちょっと怖くて、まあ今日ちょっといろいろ話していくんですけども、うん、ちょっとまあ新たな恐怖も襲ってきますんで、うん、一応閲覧注意というか。過激なムービーになりそうです。怖い方もここで一回止めてください。またね、過去の風船おじさんを見てくださいあと亀井三郎も見てください。亀井三郎ドグマのやつ見てください。見てください。あれも全然伸びてないんで言わない、恥ずかしい、言わないで。あれを見てください、はい、多めに見てください、はい。日本沈没っていうのはね、はい、小説とかドラマとか、うん、まあ、漫画とかでもありましたよね、うん。でなんで日本が沈没するって言われてるかっていうのは知ってますか。だからあれでしょ、海面が地球温暖化で上昇して埋まってっちゃうみたいなことでしょ。それもありますね、うん、それもありますし、あとはなんか地震でどうのこうのとかも言われてたりするんですけども、まあ、原作の小説だとある島が一夜にして姿を消すんですよ、うん。で、なんだなんだって不審に思った研究者が海底を調査すると海底に異変を発見するっていうところから、まあ、原作の小説は始まっていくんですけども、うん、日本沈没のメカニズムをちょっと簡単に話しますね。簡単に話すんですけども、はい、ちょっと難しいんですけど、うん、地球の内部、うん、地球の内部には一番中心から内核、うん、内核、はい、うちの核と書いて内核。 やったわ、なんか授業でこういうのやったでしょ、うん。で外の核と書いて外核、外核で下部マントル、うんうん、上部マントルと、はいはい、呼ばれていて、でプレートが上部マントルから下部マントルに流れ込むんですよ、うんうん。で深さ 650km 地点に大きな塊メガリスとなって、どん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 大きく成長していくんです。え？でそのメガリスが一定の大きさを超えると、はい、一気に地球内部に沈み込んでって地殻が沈むっていうメカニズムが実際にあるんですよ。あ、そうなんだ。へー。メガリスが大きくなり続けると急にグーンとあるんですよ、これは実際にね。ただ東京大学地震研究所によりますと、このメガリスによって沈んだとしても、うん、これは5年10年で沈みましたとかではなく、うん、100万年かけて沈んでいくと。あ、その群の沈む時は群ではない、ね、なくて、うん、じわーなんだ。じわーでもない、もう100万年かかるからもうほぼ沈んでない我々の毎日はほぼ沈んでない50万年後に、うん、半分ぐらいになってない。おやや、あれ沈んでるっていうぐらいなんで、まあ沈まないです。まあ沈まないです、はい。たださっきも言いましたけども、今何が起こってるかというと、うん、沈没どころか盛り上がってんすそれ何なんですかマジで。言い方がなんかアホっぽすぎて。沈没どころか盛り上がってる隆起してるんですよ。本当沈没の真逆のことが起こってるんですよ。どういうシステム。これもプレートが関連してて、日本は東側から太平洋プレート、うんうんうん、で南側からフィリピン海プレートが、日本の下に沈み込んでて、これらのプレートに押し出されるように、うん、基本的に日本は今
隆起してるんですよ。今現在隆起してるんですよ、でそれが顕著なのが日本アルプス、わかりますよね、はい、北アルプス、南アルプス、中央アルプス、今年間で2ミリ大きくなってます。嘘だ、本当もう一回ちゃんと測って、もう一回何回も測って2ミリでしょ、2ミリ大きくなってます。で変化の大きいところでは年間で4ミリも隆起してるって言われてます。いやいや、じゃあこれ3000メートル級の山が、まあ数年後何十年後には4000メートルまで隆起するのかと言われれば、はい、そんなことはなくて、隆起と同じような速度で侵食も進んでいくんで、高さ自体はそんなに変わらないよっていうのが、まあ定説らしいんですね、はいはいはい、ただこの事実を受けて実際にプレートの関係でグッと盛り上がって隆起していることは事実なんですよ、でこの事実を受けて何が一番今怖いかっていうと、はい、南アルプス方面、今日本はとんでもなく大規模なトンネル工事を行ってます。長さ約25キロ、地表からトンネルまでの深さが最大で約1400メートルと、長さ深さ両方のトンネル規模としては国内でも最大であり難工事と言われてます。あ、そうなんですね、はい、これなんでこんな工事やってるかというと、リニアですよね。あ、はいはいはい、日本リニア通走って今工事やってますよね、2027年に開通予定のリニア中央新幹線で一番の肝とされてる区画で、山梨、長野、静岡の3県にまたがるビッグプロジェクトなんですよ、うんうん、南アルプスの隆起の他にも、まあ、様々な問題を抱えてますこのトンネル事業なんですけども、リニア開通にはもう不可欠なものですよね。こんだけ今プレートとかの関係でちょっとずつではありますが隆起をしてる中で、そこにそんなトンネルズコーンって通しちゃうっていうことが本当に大丈夫なのか、だってそこにリニアは通るわけですよね。リニアがそこ通るわけですよ。ちょっと怖い感じしますよね。リニアが通ってる下は隆起し続けてる。2ミリ上がったってことでしょ今。怖いな確かに。いやいや、今年2ミリ、来年4ミリですけど、10年後には、100年後には。一生懸命掘ったのに。本当に2ミリのペースでこのまま隆起なの？グイッと入り込んだ時にグンって上がる可能性はゼロなの？もちろん日本にとってね、このリニア開通っていうのはとんでもないビッグプロジェクトですけども、この自然の脅威を無視して日本のテクノロジーの発展を取るかどうかは、その考え方も諸説あるんではないでしょうか。ただ、まあ、調査の結果ね、地盤沈下が起きている平野部でもトンネルへの影響は今のところはないとのことなので、まあ問題ないと言われてますが、ここは諸説ありますとさせてください。含ませるね。